ひ次のお話し会も来てくださったら嬉しいです。ありがとうございました。お、誰だろう、ありがとう猫ちゃんありがとう。こんばんは、ありがとうございました。亡くなってから話のネタ思い出すんですよね。私もね、あのね、あの方とこの話したいと思ってるんですけど、いざ目の前にすると全部吹っ飛んじゃうんですよ。皆さんと一緒一緒です。メンバーも手袋するんですか？メンバーが手袋するから皆さんはどうなんだろう。皆さんもするんですか？私たちがするんだと思います。ありがとう。ファンは自由。任意ですって。私たちはするんですけど皆さんは任意です。今日はありがとうございました。今日は浴衣でした。また行くね、待ってます。自分で持ってきてね、なんだみんなどうなんだろう、する人いるのかな。あ、チケット販売ありがとうございます。ぜひコンサート一緒に楽しみましょう嬉しかったよ、来てくれて。チケット販売も一部からやってたんですけど、来てくださって嬉しかったです。そしてお話し会は6部がもうずっと途切れずにずっと話してて、でなんかそれがすごい嬉しかったです。のんちゃんとめちゃくちゃ楽しかった、ありがとうございました。握手せずにお話しする？え？なんで？なんで？一生ついていきます、ありがとう。めっちゃ買います、ありがとう。みんなでもあの私も頑張るので皆さんも一緒に頑張っていただけたら嬉しいです。次のお話し会、え、みんなが握手しないってなるんだったら私から手を握りに行くよ握手会、初めての握手会でフルブスでなんかすごいワクワクしてます。どんな感じなんだろうっていうあれですね。握りつぶされる、ニヤニヤ、握りつぶしちゃうぞ握手しないで話したい人、集中できないってこと？そう、初めてなんですよ握手会。私は北海道の地方に住んでたから握手会とかも行ったことがまだなかったから、本当に初めての経験になりますね。握手初めての人が多い。え、一緒だねでぶり身振りできない？確かに。握力は強いかも。お腹鳴ったそんな感じで本当に今回のシングルはね、
なんかたくさん皆さんと仲良くなれた気がするっていうか、濃い時間をすごい過ごせた気がして嬉しかったし、最後の方は初めましての方もたくさん来てくださって嬉しかったなって思います。劇場公演アンダーに3公演出てからたくさん劇場を見て好きになりましたって方とかもいっぱい来てくれて本当に嬉しかったですね。やっぱり劇場でパフォーマンス見て好きになりましたって言ってもらえるのはなんかすごい嬉しくて本当に嬉しいなって思ったので、また次も来てほしいなって思いました。すごく うるちゃんありがとう。なんとか元気ちゃんまで行きましたね。来てくれて嬉しかった。楽しかった、ありがとう。私も楽しかったです。面白い、面白かった。みずみんの動画を見て気になったって、おすすめしました、ありがとうございます。そう、なんかおすすめしてもらったので来ましたっていう方もたくさんいらっしゃって、なんか皆さんありがとうございます。たくさん私のことをおすすめしてくださって、なんかおすすめしてもらえるような人になれて私はすごく嬉しいそれで来てくれてっていうのもすごく嬉しいですね。自慢の推しですからね。本当？本当か？嬉しいです。アッキーさんありがとう。圧かけてるよ。あ、皆さんも圧かけてる。やっぱ似るってそういうこと？ありがとうです。思ってたより小柄。そう、それよく言われるんですよ。なんか公園で見るときは身長高く見えるけど、こうやって実際直接近くで会うと、あのちっちゃいんだねって言われるんですけど、17期研究生がみんなちっちゃいから、17期研究生の中では高い方だからかなって思うんですけど、そうなんです。意外と160ないんです。まやちゃん、くまありがとう。あと20分で、そうだ、チア、あのキスミルのグッズが今日最終日で販売が、皆さんどうですか。あと LINE のスタンプも販売が開始されましたっていうのをツイートしようと思って、お礼ツイートを先にしちゃって、そのところに入れるのを忘れちゃったので今日ここで言わせていただきます。スタンプが出ました。そして缶バッジとかも発売されているので、ぜひあと20分なので、まだの方は、気になってくださった方はお願いします。申し込みました、ありがとう。皆さんが大好きなチアの姿のもあると思います。スタンプは今日中じゃなくても OK です。さっきからありがとう。誰なんだろう、なんかさっきからね名前が出ないんです。ありがとう、にゃんこちゃん。オペラさんありがとうございます。チチ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 チ、ありがとう、ありがとうございます。ランダムじゃないよ。福島イベントのチケットも明日まで当たった気がする、ありがとうございます。福島イベント、福島のイベントが新宿で行われるんですけど、それはあのお渡し会って言って、福島の特産物を私たちから皆様にお渡しできたりとか、もちろんあのフェスということで歌ったり踊ったりもしますし、私はペコちゃんとかき氷を食べますぜひ来てください。楽しんでいただけると思います。あとはそのお渡し会があのメンバー選べるんですって、だからぜひ私を選んでいただきたいなって思います。美味しいもの、あ、そう、あとね
なんかキッチンカーみたいなのが出るのかな、なんか私たちが YouTube で検索したら出ると思うんですけど、食レポ、食レポじゃないな、私たちが食べていた、私が食べていたあのお魚とか芋煮とか、名前が出てこないまさ、ソースカツとかもあるので、すごいね美味しいねものを食べられると思うので、ぜひ来てください。そして私から私を選んでください。あはっ水嶋美優さんが全て食べ尽くしてしまう、え本当にそれぐらい美味しかったの、びっくりした、本当に美味しいから、ぜひ皆さんも食べてほしい。あとは次の62枚目シングルの、うん違う、62枚目シングルのお話し会も発売中です。ぜひ、私がおすすめするのは最初のお話し会、最初の日の3、4、5部、できれば3部、あーどうしよう、一番おすすめって言われたら3、4部かな、3、4部と、誕生日に近い11月の18日だったかなの3、4部とかがおすすめです。おすすめの基準は、最初のお話し会はやっぱりたくさんの方に会いたいなって思うし、多分感想とかいっぱい聞きたいことがあるのでっていうのと、3、4部なのは皆さんが多分一番来やすいのかなって思う部ですぜひ来てください。もう一回また後で、明日かな、ツイートするので見てください。待ってます、たくさん。告知します。またぜひ初めましての方も来てくださると嬉しいです。握手会は私も初めてなので、よろしくお願いします完売できるたらいいなと思います。そうですね、オンラインはでも基本的にやっぱり、そうだな、オンライン6部なんですよ、オンライン6部だよね、オンラインが6部で、まずはサイン会がおすすめですね。サイン会はやっぱり皆さんにサインを書きたいし、たくさんメッセージも書いてるのでメッセージも書きたいしって感じで、サイン会はおすすめなんですけど、10月のハロウィン近くと12月24日のクリスマスはコスプレをするので、ワンショットがおすすめです。という感じで、またおすすめのところをちゃんと自分で絞って宣伝するので、ぜひそこを買っていただけたら嬉しいですクリスマスに予定があるって言うら、うん言っていいよ、彼女と会った頃って福島イベントのチケット申し込んじゃった、待ってます、嬉しい、ありがとう。あ、今日話し会来て嬉しかったです、楽しかったです、嬉しい、また来てねフ私もコスプレします、待ってます、コスプレしてくれるのも。私は今年はね、サンタさんかなって思ってます。そうだな、今回結構私の中で頑張ろうって思ってるので、皆さんも一緒に頑張ってくださったら嬉しいです。お話し会
ソリだね。そっち？トナカイじゃなくてソリの方？お腹だけはサンタさんに仕上げるね。そっち？成人式ちちちちちちち成人式ちち成人式直後もあります。成人式直後もおめでたーって言ってくださったら嬉しいです。成人式直後告知画像を作ります。ありがとう。握手券完了し、購入完了した。嬉しいです。ありがとうございます。バブちゃん今もう20歳になるの。今年バブちゃん成人式になるんです。今日バブちゃんじゃないけどね。私だって成人ですよ。もう成人してるんですけど、18歳過ぎたから。頑張る。ありがとうみんな。私も来てくださったら絶対に楽しんでいただけるように頑張るので、お互い一緒に頑張ってほしいです。20歳です。大人っぽい？やったやった、わいわい。はい、大人です。大人への仲間に。花見だ今日ね。今日ね、そう、浴衣着てくださった方ね、いてね、嬉しかったですよ。やったやったが大人っぽさがない。あれ？違ったかな。ショールームで乾杯って OK なんだのかな？どうなんだろう？できるのかな？お酒ダメだよね、多分そうだと思う。お酒はダメな気がするけど、ジュースならいけるからジュースで乾杯する。お酒禁止ね。でもなんかいつか意見とかでなんかそのあればいいね。成人メンバーでとかあったらいいな。ミスミのジュースね。成人したのに。それかなんかいつかみんなとねなんかあればいいなって思います。悪事働かせないのみんな。JK メンバー3人、確かに。意外と大人ですよね、17期ね。でもただのんちゃんがね、まだバブちゃんだからね。そんな感じで、あの次のシングルまでもうすでにみんなに会いたいってなってるんですけど、頑張んしないと。10月でしょ、まだ長いけど先が。それまでたくさん話したいこととか、話したいって思ってもらえるような出来事が増やせるように頑張ります。なんかこの感想を言いたいみたいなのができるくらい活躍できるようになりたいなって思います。こんばんは。2ヶ月半だって。2ヶ月半って長いよね。だってその間になんかいろいろあったら話したいってなるのにすぐ話せないのがもどかしい。
そう、劇場公演とか来てもらえたら嬉しいなって思うんだけど、劇場公演もどうなるんだろうっていう感じだからね。お手紙書くね。お手紙嬉しい。お手紙ちゃんと全部読んでるからね。意見の新しいイベントあればいいのね。またファンミとかもできたらいいなって思いますね。いつからどうなるか私たちもまだ全然わからないから何も言えないですけど、まあでも公演はあると思うのでぜひ来ていただきたいですね。あ、約束通りチケット買いましたって待ってます。嬉しい。泉推しですって言いながら嬉しい、ありがとう。待ってます、楽しみましょう。でもね、絶対ね、コンサート来たらね、17期研究生みんなのことが大好きになると思うんだ。でもみんなのこと大好きになってもいいけど、あの一押しはミユでいてほしいですちょっとあのミユが一番でいてほしい。みんな好きになってもいいですよ。ミユが一番がいい。一番がいいけど、みんなを好きになってもいいけど一番がいい。わかる、これ、これわかる、わかるよね。動揺してる人もいると思うけど波動も出てるの。波動ね、出たい。波動やりたい。できるかな。なんか長らく期間空いちゃったけど、波動もね楽しみ。そんな圧かけないでくださいって言われな求めてるくせに。そういう血の動揺じゃない。たまには雨も、雨あるでしょみゆそういうやつ好きです。え、本当マジ訓練されたコメ欄訓練された、面白いな。私だってたまには出れますよ。私だってたまにはデレデレの時もあるでしょ。女の子もね、熱くなさいって人が多くてね面白いあ、いいんだ、いいんだって思う。いいの？かけちゃうよってなりますね。57分ありがとう。昨日今日で1部から8部まででたくさん動いたから今日はゆっくり休みたいと思います。きっと皆さんも1部から8部とか多分お話し会でね並ぶのとかすごく疲れると思うので、皆さんも今日はゆっくり休んでください。でこんな夜遅い時間にショールームしてるんですけど、あのゆっくり休んでね。足が棒でしょ？ちゃんと自分の足もいたわってください。ぜひ。そして明日から月曜日
頑張ってね。てか私もあのあれがあるので、コンサートのリハがあるので、みんなで一緒に頑張りましょう明日も一日。ということで、ライブランキングを読みたいと思います絶対それを言うなよってごめん、現実戻しちゃった。はい、いきます。15位ベルベットさん、ありがとうございます。14位ガミさん、ありがとうございます。13位メキシカンサンタさん、ありがとうございます。12位クリンピーさん、ありがとうございます。11位マユちゃん、ありがとうございます。10位ヤスさん、ありがとうございます。9位サトシックさん、ありがとうございます。8位テイちゃん、ありがとうございます。7位水星石さん、ありがとうございます。6位阿部寛さん、ありがとうございます。5位ウルちゃん、ありがとうございます。4位玉龍さん、ありがとうございます。3位ジョイポングさん、香港さん、ありがとうございます。2位アッキーさん、ありがとうございます。1位はなりくーさん、ありがとうございました。ということで今日は本当にありがとうございました。インスタとかツイッターも写真載せるので、ぜひいいねとかしてください。今日べということで、今日のあっち向いてほ、今日はあっち向いてほいだけで上でした。2日間ありがとうございました。明日からもよろしくお願いします。おやすみずみ、バイバイ、ありがとうございました。明日の朝お話し会のツイート告知します。したっけ、バイバイ、おやすみずみ。12時になったので切ります。